はい、皆さんこんにちは、カーメンくんです。さあ今日はロケです。久しぶりの、テンション上がってくるね。こんな暑い夏なんですけど、お庭の方を撮らさせていただくということで今日来ております。今日はですね、ロマママさんっていう方からメールの方をいただきまして、ぜひ来てくださいということで、はい、来ちゃいました。ロマママさんのところはなんか屋上みたいなので、今回ですね屋上庭園になるのかな、わかりませんが、ちょっと楽しみです。はい、では久しぶりのロケ行きましょう。さあやってきました、ロマママさんのとこなんですね。多分ねここを曲がったとこだと思うんですけど、これもそうかな、この壁面もそうかな。ちゅうかこの壁面なんだろうこれ。あ、バラだね。バラがずっとあります。あ、ここ咲いてるね。あ、ほらやっぱバラです。バラなんだけどこれなんだろうこれ、すごいぞ見て。ここ何センチ、5センチぐらい、速攻の隙間、え、ありえんし。ここずっとそんな感じで植えてある。ロマママさんのところかな、ちょっと聞いてみよう。見て、雑草みたいに生えてる。よし、行って、ここ多分回ったらお花があって。あー、ロマママさん、こんにちは。おはよう、はい、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずさ、今日屋上ってことなんですけど、はい、気になったんだけど、あっちの側面、はい、あのバラ何や？あれね、ど根性バラ。ど根性バラ。ちょっと見て。すごいでしょ？うん、すごい。あのね、側溝の3センチ、4センチぐらいの隙間に、なんかバラ植わるかなと思って試しで植えたんですけど、まさかあんなになるとは。まだ1年です。去年の新苗。あ、新苗でね、まあそうだよね。そう、もう新苗しか入らない。入らないっていうか、そう。よくそこに植えようと思った。これもそうじゃん。あ、そう。これ められるかでしょ、これ。そうそう、マジかでしょ、でかってやつ。見て、ど根性じゃん。そう、全部ど根性。何これ。そう、すごいでしょ。これ、ね、鉄砲より？あ、そう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 。これもね、植えた記憶ないんだけど。これは面白いね。なんか夢があるね。あのね、この間測ったら、4点何センチ、うん、センチ、こうなんかギネスブックいけそうしかいけるかな。そう、50メートル、50メートルで120本かな、うん、上と下と合わせてよく冒険でこの120本植えたね。そう、新苗ばっか。それも全種類ほとんど違います。あ、ほとんど違う。そう、一応あれほら、一応商売やってるんで、あ、はいはい、風水学的に、あ、風水、うん、バラ見るとみんな嬉しくなるでしょ。嬉しくなる、ハッピーになる。そのハッピーな気を集めて商売に活躍しないと、うちやっていけない。だんだんこう方角的に色を合わせて。あ、そう、大成。まあ、あんましあ、でもなのこの時期でもね、まだ生き延びてるんでね、バラちゃんのおかげさまかないですけど。あ、ね、あ、素晴らしい。はい、じゃあ屋上にどうぞ。じゃあ屋上いいですか。はい、どうぞ。これ2階。お、はい、いいじゃない。これ食虫植物。さあ、あら、コンケイちゃんが出てきてしまった。罠に引っかかってしまいました。コンケイベゴニアじゃないですか。可愛いね。可愛いでしょ。合うよね、そう、食虫植物と。この空間がいいです、いいです。ジャングルっぽく。ジャングルっぽく。屋上って3階ですか。そう。猫いるから気をつけてください。猫ちゃんがいるの？猫ちゃんいっぱいいる。わお。わお。おーい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。おかわいいじゃない。わお、すごいね。びっくり。全部一人で一人で土を運んで、今の階段一人もうそれだけでもう俺もうダメだ。あ、そうそう、この子が、うん、ローマちゃんって、あのそこの川で拾った野良猫ちゃんなんですけど、川で拾ったの。そう、可愛いでしょ。こんな可愛い子。そう、あら、でローマちゃんで、うん、ローマのママ、ローマママ、ロマママで、今日からローマママで謎が解けた。どっかのクラブのママか。ローマのママか、うん、じゃあよろしくね。お願いしますハーブとバラがメインなんですけど、ちょっと今季節がね、めっちゃつぼみついてるじゃん、だって、うん、ちょっとね、ずっと雨があったから、だいぶ傷んだった。2週間雨が続いたんですよ、この辺り。雨があったっつっても、すごい綺麗じゃん、状態が。すごい。これ、バラで何鉢ぐらいあるの？上に200鉢ぐらいあるかな。ま、る200鉢これでも、陶器鉢や。しかもこれ、麻焼き鉢って結構重いやつだよ。重いやつだよ。これ、すごい。すごい、こっち全部陶器鉢や。わー、すげえ。あー、これ、うん。ブラックベリー。そうそう、食べて、美味しいよ、完熟。あ、食べていいの？食べて、食べて。結構遠慮なく食べちゃうんだけど。ほら、でもね、あと取ってるって。いただきます。カクテル美味しいでしょ。あ、美味しい。
いいよね、なんかこういうのがつまめで完熟で食べれて、うん、もっと食べちゃう。上手に誘引したるじゃない。いやバッチリです、バッチリです。めっちゃ綺麗に咲いてるじゃないですか。これ咲いてる ねこれ3回戦目ですよ。3回戦目今年。めっちゃ生育いいじゃない。頑張ってるよね。頑張ってる、うん、鶴バラは去年から始めたんですよ。あ、そうなんですか。そう、植木鉢で鶴バラを育てれると思ってなくて。へぇ、まあ、やり方だよね。やり方大きくしなかったら、ああいうちっちゃいアーチとかでも可愛くできるし。あ、めっちゃ可愛い。ジャスリムじゃん、これ。そうそう、これ多分ね、バラ用じゃないんですけどめっちゃいいじゃん。でも風がすごく当たるんで、うん、木鉢でちょうど支えれて、でちょうど私がね、倒れるぐらい、ギリギリ倒れる。ああ、いいじゃん。この植木鉢にアーチ刺すっていう発想がなかったでしょ。なかった。だからベランダしかない人とかね、あのマンションとか小スペースでも行けますわ、これ。あと気になっちゃったハイビスカス、そう、見て、めっちゃ綺麗。バラが終わるとね、やっぱり夏は寂しいんで。夏いいよね、ハイビスカスって。すごいいいハイビスカス。なんかね、最近すごく人気よ、ハイビスカス。あ、そうなんですか。うん、お店でもね、すごく人気で、これからの時期っていうのもあるんだけど、うん、なんかちょっと定着してきた感があるんですね。ね、冬超えますよ。そう、らしい、ね、うん、だんだんこう超えるようにこの辺になってきたっていうのが。そう、そう、うわー、見て、になってて、かわいい。八重だけど、そう、ピヨンって出てきてる、ね、ピヨンって出て、ピヨンって感じ。はい、ここがじゃあバラコーナーで。そうそう、バラ、はい、基本食べれるもの、食べれるもの、食べれるもの。そうそう、もともとハーブだけだったんですけど、はい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 、ハーブありますね。バラ、多分バラ食べれるかな。バラジャムとかあるじゃないですか。まあ、あるけど。ハイビスカスは、本当は、あっちが、あ、ローゼルね。同じハイビスカスだから、食べれることにしちゃうと思って。いやいや、なるほど、つながりで。そう、基本は食べても、まあ、毒じゃないもの。なるほど。猫が8匹いるんで、さ、食べてね、毒になっちゃったら、毒がないもの。なるほどね。でやってたら、あっちが熱帯果樹になる。熱帯果樹コーナー。じゃあ、ちょっと行こうかな。あ、なんですか、これ。花壇？これね、なんとなく、土を入れて、こう、花柄。花柄すごいあるから、こうやって、コンポスト。うちのコンポスト。あー、花柄とか切ったやつを、貯める堆肥を、作るみたいな。めっちゃ花壇みたいになってるじゃん。もうダメそうなバラをポンポンって置いといたら元気になってきた。このここまではいかんけど、お庭で堆肥コンポストっていうのかな、切ったやつを。いいよね、積んでおける場所があったら、うん、いい堆肥になると思います、うん、これめちゃくちゃいい土になって復活しちゃったみたいな。ありです、ありです。あー、きれい。センターシリーズ絞りのバラ、デルパールかな。デルパール、新苗買ったんですけど、うん、もうこのサイトすごいね。すごい生育いいと思う俺、はい、めっちゃ。だってこれ今8月になろうとしてるのに。そう、こんな時バラ咲く時じゃないもんね。いらない。だいたいもうちょっと切り戻そうかな、うん、みたいな。頑張るよ。頑張ることだ。ほら、つぼみがいっぱい。つぼみがいっぱいだけど、3回戦目も頑張って。さっきちょっとね、突っ込もうと思ったんですけど、うん、はい、この下が、うん、セダム。これ、俺すげえ気になったんだけど、これセダム何これ。ここ暑いでしょ。暑い。セダムがね、自生してちょっと生えてたんですよ、うん、あ、セダムならいけるかもと思って。すげえこれ。セダムその辺にあったのをポンポンと置いて今増殖中。ほら、あ、また移動式セダム。ミミズついてるし。あ、映さないで、キャー。これがあの花のお水と肥料と流れてきたので。あ、それで水切れ起こさないのかな。うん、今ね3ヶ月目ぐらい、多分もっと大きくなるよ。セダムって結構ね、僕可能性あると思ってるんですよね。そう、セダムの絨毯を作るよ。うん、これが半年ぐらいでこんな感じ。あー、素敵素敵素敵。そうそうそう、うん、カーペット状になるのにね、結構セダムって脚光浴びないんだけど、うん、セダム俺結構いい、うん、ね、いいと思うよね、うん、花咲くしね、バラと同じ。あ、見てこれすごい。あとね、いいのはこうやってバラとか葉っぱ落ちたりするでしょ、うん、でこれがね、すごいもう木枯らしのすごいことになっちゃうんだけど、はい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 、これがこういうところに入って、でこのまま肥料になっていくんで、こう肥料になっていくんで。あ、確かに抹茶はないしね。抹茶はないし、あ、確かに踏んでも全然大丈夫、うん、結構ねセダム強いんですよね。常に歩き回らなければ多少踏んでもね、そう、あの大丈夫なんです。これからはセダムの絨毯、あのベランダの人とかね、屋上の人、いい、これグッド提案です。すぐできると思う、はい、うわ素晴らしいって思ったら、こっちは何、これ果樹。あ、ちょっとこれ興奮しちゃうコーナーだね。あ、これグアバ、これストロベリーグアバ。まだちっちゃいけど、ちょっと、うん、結構実りいいね。でこれ何の木か分かる。これなんだ、分かるかな。パンの木。パンの木。
でもかっこいいね。かっこいいかっこいい。すごいでしょ。あ、見つけちゃった。見つけちゃったよ。収穫かな。収穫、うん、黄色くなったらもうね収穫。どうやって取る？初めての収穫。取って取って。取ればいいんじゃないかな。もう出てるもんねこれ。刺せば、刺せばまた できそうな。あ、切れそう。よっしゃー。あー、そんなのになるんだ。かわいい。かわいい。ほら、かわいい。あ、すごい香り。おー、パイナップル。初めてのパイナップル収穫でーす。これ何年目？これ2年ぐらい。2年目？うん、3年目っていうの？じゃあ、あの、これ、ギュッてやると、腕が取れるんで、それを、ちょっと刺しておくと、あそこにちょうどあるんだけど、あ、これ食べたやつを、この頭？そう、これ半分ぐらいね。これグリッと、ぐるっと回すと。で、ピッと刺して、水あげとくと、根がついて。できた。根が出て、実がなった。あー、いいね。そう、サイクル。無限サイクルだね。そう、無限サイクルね。いいですね。楽しんでます。そう。ぜひやってみて、パイナップルで。で、これが、これね。ブドウ。ブドウ、シチューベンで。あ、でも。カラスがやってきて、袋を取って、これ。あ、カラス。カラスの被害。そう、鳥さんでもカラスなんだ。ジェラウェア。これも何？カラス。これ全部カラスが穴。あの、困っちゃうけど。そう。けど、うん、この藤棚いいね、これ。これね。これめっちゃいいじゃん。そうそうそう、本当はもっと2メートルぐらいあるんで。うん、あるでしょ。でもうちはやっぱり風が強いのと、植木鉢なんで、うんうん、半分の高さにして、棒を足付け足すのもやめて。繋いでないってことね。ミニチュアにしたから。あ、これめっちゃいい。自分でこうやってね、草取ったり、こう雨続いたから葉っぱ取ったりとか。あ、雨に弱いんでね。かもしんだ。しかもこの4つプランターがドドアイになって。そう。で、ここね、100均で買ったライトつくから、夜、あの、かわいいよ。ここにライトがついてる。そう。いいね。で、友達の子供とか来たら、この高さだとブドウ狩りできるんじゃないかな。あ、いいね。これデラウェア。デラウェア、これ、ね。デラウェア強いね、やっぱね。これがクイーンニーナ。いいなぁ、どう？これね、カラスに3つぐらいやられたけど、まあまあ大きいよ。わぁ、なってるなってる。かわいいね。こうやってカラスが穴開けて。わぁ。今穴開けてチェックしてるみたい。毎日。普段だね。食べ頃になったら食べちゃうんだね。そう。わぁ。で、ファッションフルーツ。あ、ファッションフルーツいいじゃない。ここになってるよ。これさ、この仕立て方いいね。何これ？U字だよね。U 字じゃない U 字じゃないよ、これ、うん、普通はお宅で買ったんだけど普通はこれを U 字を組み合わせて、うん、立体的なこうタワー、トピアリにする道具なの。それでそれなんか部品売ってたこれは面白いじゃない。知らなかった、その知らなかった。で、くる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 ってやったら、あ、これめっちゃいいじゃん。いい感じにおしゃれになるでしょ、この U 字のまま。 U 字のまま螺旋に巻いていけば、そう、こんな感じいけるじゃん。だからこっちにキウイ。あ、キウイってね、植木鉢でなるって思わないでしょ。なった。いい感じ、20個ぐらいなってる。これゴールデン。ゴールデンなってるじゃん。そうそう。しかもすごい、去年めっちゃ美味しかったよ。U字これヒットじゃん、うん、で、何があるかな。たくさんあるじゃん。あるある。買えるものは何でも買う。あれ、ポポ。ポポ、ポポだね、うん、で、これバナナ。すぐバナナ。バナナ。これもアイスクリームバナナ。バナナ。で、これがアテモヤっていう。あ、アテモヤね。アテモヤってわかります？わかる。アテモヤってでも、こちます？こす。こす？これ外で買ったけど。あ、そう。意外と強い。へぇ、アテモヤって結構ね、うん、寒さには弱いはずなんだけどな。あれ、おかしいな。こしたよ。中入れてないけど。あ、そう。ジャボチカバ。そう、今流行りのジャボチカバ。あ、ジャボチカバやっぱね。なんか茎をシュルシュルシュルってやると実がなりやすいらしいんだけど。あ、スルスルすると実がなりやすいって。まだなってない。あ、ほんと。スリスリしてどうな。ザクロこれ。そう、ザクロでも、こっちがカリフォルニアザクロで、こっちがペルシャブラックっていう、まあ、ヨーロッパで。ペルシャブラック。そう、ヨーロッパである、こんな大きくなるやつ、すごい好きなんですよ、ね。ヨーロッパに住んでたことがあるんですけど。あ、ほんと。そうそう。ローマじゃん。そう、ローマ。だから猫もローマ。ああ、そうなんだ。日本ではないね。見すごく美味しい、すごく美味しい。あ、そう。そう、お庭ある人いっぱい売るといいよ。ザクロもね、多分俺来ると思うよ、これ。うん、絶対来るね。うん、多分来年の私のおすすめ果樹に多分入ると思う。アンチエイジングだし、うん、ザクロはね絶対いいと思う。これで、これとこれがライチ。ライチ実なってるじゃない。そう、実がなってる、ちゃんと。去年はね、そっちで、うん、
そう、10個ぐらいになったんだけど取れました？食べた？すごい、すごい、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しかった。そう、私のランキング1位、ライチ。ライチ、ライチ、ただね、冬越えないよ。でしょ？階段、あー、さっきの階段。でも階段だと越すの？越すよ。意外と、思ったより強いよ。強いね、うん、越すってことはまあそうですね。で、生はめちゃくちゃ美味しい。もう全然違う、凍ったのと。あ、そう、香りいいし、去年食べた子たちがね、楽しみに待ってる。ちょっとこう、挑戦してみます。うん、挑戦してみて。これがマンゴーで、銀行マンゴー。これが、ピンクガバ。これもめちゃすごいしよ。このガバはポトッと落ちるまでこんな大きくなるんですけど、うん、落ちたらそれにちょっとね、レモン汁かけて、うん、お砂糖かけて食べると、うん、皮ごと食べれて、ジュースにするより美味しい。あ、そう。で、アンチエイジングとかでしょ。うん、そうそうそう。ポリフェノールいっぱいで、うん、そうそうそう。うん、ガバおすすめ。そう。いや、今度ちょっとそれで食べてる、うん、俺それで食べ方したことないです。ジュースとか、ジュース、まあそうですね、ジュース。ジュースだとまあグアバ、まあ美味しいけど香りだけってなっちゃうでしょ。うん、ジュースは全然美味しい。美味しい、うん、わあ、食べてみよう今度、うん、生ね。生、へえ。これが、うん、話されてるよ。そう、ハワイ種のアセロラなんですけど。ハワイ種、そう、なんかね、ハワイ種のアセロラの方が甘くて美味しいって聞いて、うん、一般的な沖縄のはちょっと酸っぱかったりするんですけど、うん、これはすごいサクランボみたいに甘くて、2週間前に実を食べたところなんですけど、うん、もうまた花が咲いて実がなってます。かわいい、花がかわいいね。そう、だからワンシーズンっていうか1年で何回も取れる。取れる、女性の方におすすめ。葉っぱも綺麗だしね。葉っぱも綺麗だ、うん、かわいい、うん、すごい。わで、ル・レクチェ。ル・レクチェ、ね、ル・レクチェめっちゃ美味しいよ。これ美味しい、美味しい。また食べとく。ルレクチェめっちゃ美味しい。去年ね、なったんだけど落ちちゃって。洋梨だね。で、これがジャンボナツメ。こんな大きい。できそうじゃん、もう花咲いてるよ。結構なるよね。え、ここに可愛らしい花が咲いてます。これが、すごい、コブミカン。あー、コブミカン、タイ料理の。そうね、トムヤン君に必要な。結構聞かれます。そうそう、うん、珍しいよね。そう、トムヤン君食べたいから、うん、そう、ここ気をつけてよ。あー、なってる。何、気をつける。やっとなった。あ、やっとなった。いやいや、触っちゃダメよ、触っちゃダメよ。そういうことね。もうね、たくさん実がなってたのに落ちちゃって、ラスト2。あー、すごい。アップルマンゴー、美味しそうだね。これね、去年苗を買って。去年買ったの？去年買った。あ、そう。で、階段で冬越して、うん、今年初めてなった。もうちょっと触るとパトッと落ちちゃうから、うん、触らない。ドキ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 。風もドキドキだね。ドキドキ。で、この側面は柑橘かな。ここ西側なんで、なんか黄色い玉ができるもの、縁起がいいかなって。また出た、ここで普通。そう、黄色いものは縁起がいい。お金が、お金が来るかな。来るか。来てないけどね。来てない。遊んでるね。ね、この辺がプラムとか。うわぁ、すごいなぁ。結構いろんな種類のサクランボが出てあって、結構取れました。取れましたね。っていうか、すごい風水学的に、うん、キモン、キモン、キモン、うん、で、桃縁起がいいらしいんで。あ、そう。これはサクランボの、ここもも陽の木っていうのね。なってるじゃん。なってる。これなってるじゃん、ほら。そう、わぁ、これも鳥ごろかな。わぁ、こういう形のね、ヨーロッパで結構人気なんですけど。へー、バントー、バントー。で、これ清水白桃、先週めちゃくちゃ美味しい、これぐらいのができて。できた？食べちゃった。食べちゃった？うん、遅い。遅い。来るの遅かったね。ここに白鳳。白鳳もね、昨日3つ取れて。あ、ラスト1個取っていいよ。あった。取っていいよ。取っていい。収穫して。で、ちょっと置いとけば。あった。いい感じになってるでしょ。白鳳。ちょっとちっちゃいけど。めっちゃいい匂い。ね。あー、めっちゃいい匂い。で、これがメロン。メロン、去年食べた厚みメロンの種を植えといたら可愛いのできてる。メロンがなった。で、パッション、これはラズベリーとかのカシスとか。あ、ベリー系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 が、シーベリー。シーベリー。あ、シーベリーだね、うん、あー、珍しい。で、ミラクルフルーツ。ミラクルフルーツ。そう。あー、すごい。こんな感じかな。かき氷作りました。どうぞ。俺、そういうもてなし方はすっごいな。見てこれ。超本気じゃん、これ。超本格的じゃないですか、これ。食べて食べて、食べましょう。ちょっと、びっくり、びっくりプランなんだけど。そう。
あ、じゃあ。で、お友達が来たんで紹介しますね。こんにちは。ちょっと今日なんか素敵な撮影。ヤジウマです。ヤジウマ。ママさんとも。一緒にね、YouTube やってるんですよ。はい、あ、YouTube やってんの ?3 ヶ月前から。はい、あ、ほんと。まだ登録者30人ぐらい。あ、じゃあ、じゃあ、もう最初はそんなもんですよ、ね。そんなもう全然。いや、どんなやつか。一応、ガーデンチャンネルという感じで始めたんですけど、いいじゃん、いいじゃん。まだ数本しか出てなくて、ね、見てください。だから、園芸チャンネルなんかもどんどん、どんどんね、うん、皆さん上げた方がいいです。盛り上げていきましょう。しょぼいとかそういうのは問題じゃないと思います。で、彼女は何やってるんだっけ。私、魔女社長っていう番組やこの人コミック社長です。あ、社長。本当に社長さんです。なんかさ、魔女とかさ、はい、ママとかさ水っぽい番組みんなあのロマママと魔女社長を見てね。あ、魔女社長アイバンセンです。バンセンです。こ、はい、の猫が呆れた顔して寝てるし、猫ちゃんたちは知らぬ顔です。知らぬ顔。じゃあ氷食べてください。 ありがとうございます。いただきます。蜜の味がするのかな。うん、おいしい。最高です。最高。食べて食べて。じゃあちょっとカメラマンたちの分も用意しますね。ロマママさんは、はい、このガーデニングというかこの植え出したのってどれぐらいからやり始めたんですか。このお庭を始めたのは10年ぐらい前なんだけど、うん、あ、10年、うん、ただちょっとその間6、7年外国に行ったり来たりの生活があって、あ、そうか、はい、いなかったので、うん、あの本格的にバラとかを始めたのは2年ぐらい前、2、3年前。2、3年前。果物は全部去年の春苗を買って、うん、つるバラも去年の春から、うん、やり始めたばっかり。じゃあ結構最近だね。まあ半分ぐらいはもう去年から。普通のバラとハーブはもともとあったんですけど、うん、すごいなんか手入れされてる気がするんだけど。 ありがとうございます。1年半でグレードアップ。グレードアップ。まだこれから増える予定で、また来てください。あ、これから増えるの。そう、進化する庭なんで、まあ、これ以上進化する。私の体力があるから。3階だよ、3階、うん、言わないで。暑いしね、この時期はね、ガーデニングギブアップ。ギブアップしたくなっちゃう。一番嫌いなシーズン、ね、水やりってどれぐらいやる。今1日1時間半ずつ上と下2回ずつやるんで、3、4時間花の水やり。真っ黒。真っ黒。サーファーのように黒。サーファー似合うじゃん。ガーデニング焼けです。うん、熱帯フルーツが好き。そう、熱帯フルーツは、まあ、食べることが好きなので。あ、そうそうそう。見てご覧のように。自分が好きな果物。それから熱帯果樹はそう簡単に売ってないから。売ってないね、あんまりね。だからなんか育てて食べてみたいなっていう。あ、なる。食べれるもの、美味しいものだったら何でもいいんです。あ、何でもいい。そう。だんだんこれ。でもここ何鉢ぐらいでしたっけ、全部で。果物が120鉢ぐらい。120。あ、そう。数えてみる。確かに100以上だった気がする。数えない。数えない。全部鉢だもんね。そう。これすごいですよ、これ。大変なんですよ、実は。うん、大変だと思うけど、でも多分鉢栽培だもんで、多分こんだけこうなんていうのか、生育が良くて実ができるのも多分ね、鉢でやってるもんで、うんうん、多分地植えより早いと思う、そのサイクルは。あの、もともとさくらんぼを向こうの駐車場がある敷地に植えたんですけど、うん、10年経ってやっと実がなったら手が届かなくて、でやっとなった実は鳥にやられ、その2年後台風が来て木が倒れ、シルバーさんに来てもらって木を伐採してもらうに2万かかって、もうね、果物はもう二度と植えないぞって思ったんですけど、なんか鉢植えでなるよっていう情報を仕入れて、まあ嘘か本当か試してみよう、じゃあ風水学的にいい木をこっちに植えようとか、はじめそれぐらいのノリ、うんうんうん、それが意外となっちゃったんで嬉しいね。でもね、なんか植木鉢で18リットルですよね。18リットル、そんなに大きくないね。でもそう、あのエコ植木鉢、ガーデンガーデンさんで売ってる安い植木鉢ですけど、これね一番いい。だって苗買って次の年にさくらんぼになったって聞いたことないよね。ない。だいたい僕らも2年から3年かかりますよって言います。次の年になってるからね、これ全部。冬はどうしてるの。基本的にはこう温度計でいつも調べてて、やばいな、15度切るな、10度切るなっていう時は階段に先避難して、そうそう、階段のところに置いて、うんうん、2月3月ぐらいまで、でまた温度計見ながらいけるなと思って出すんだけど、これ3月が一番危険で、いいなと思って出すと急激に寒くなって、まあ1回1日ぐらいと思うと一瞬にして枯れちゃったりする。そうそうそう、そうです。3月結構ね、気をつけた方が。3月、4月もね、結構夜間がぐわって下がる。そう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 。1日でもあると、うん、一気にね、やられちゃうケースがあるんで、うん、なんで温度計いいですよね。そう、あのいろんなとこに置いてあります、うん、温度計、そうだ、今度温度計提案しよう。あと本当に管理が多分分かりやすいですよね、うん、
でね、果物はやっぱり花も可愛いけど、花が咲いた、実がなった、大きくなったって毎日が楽しみなんで、うん、あ、成長するね。そうで、この時期になるとカラスの野郎が来ないかなってまた見に来たりとか、はいはいはい、だから果物っていうか実がなるものっていうのは、うんうんうん、逆に初心者の方に私はおすすめ。確かにね、うん、長い期間全部楽しめるもんね。そうそう、うんうん、意外といいかなって思います。あ、素晴らしい、うん、楽しいね。そう、楽しい。そのチャレンジがいいですね。そうね、ぜひやってみてください。おすすめです。ぜひやってください。鉢植え栽培、うん、そう、楽しいよ。屋上広すぎる。広すぎ、200坪はい、いかがでしたでしょうか。今回のカワメンくんガーデンチャンネル、ロマママさんちの屋上庭園、よかったかなと思う方、ぜひともグッドボタンお願いいたします。またね、ここ来ちゃったんです帰りここのバラすごいよ。だってはい、これからですね、すごい夏暑くなりますんで、この雑草にも負けないバラたちのように皆さんガーデニング大変だと思いますが、頑張って夏一緒に乗り越えましょう。このような感じでお客様のお庭紹介させていただいております。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。皆様の屋上もベランダももっともっと綺麗になりますように。ではまた次回、バイバーイ。